やっぱり食事しっかりとってる。もう今日もラーメンちゃんと決めました。野菜ラーメン決めたんで大丈夫です。ちゃんと。マクドナルドってうますぎませんか？毎週食ってる。マクドナルドは一応サラダで打ち消してるんだけどさ、カロリーは。マクドナルドってうまいなって思って。贅沢だなって。意外と高いからね。1000円超えるからね。ちゃんとしたら。いやもう料理がめんどくせえんだよな。時間もあんまないし、平日は。あと俺腐らしちゃうからあんまり嫌なんだよね。あ、岩見賞はちょっとお母さんが来るから今週あげれないかもしんない。1000円超える超える。だってダブルチーズバーガーのセットとそれのポテト L にするでしょ。でチキンマックナゲット5ピースでしょ。でサラダ、これで1100円ですよ、この今週のメニュー。まあ、年内には絶対あげる、冬休みあるしな。食いすぎじゃないだろ別に、普通だろ。出ました、ガリどもが。え、これでも俺抑えてるからな。もう一個バーガーいけるし、これ。いや、マクドの何が言ってやっぱ早いしさ、あんま人と喋んなくていいしさ、いいよね、プライベートで。でも家に持ち帰ると臭くなるから部屋が。ちょっとマクドナルド持って電車とか乗り込むやつマジでやめてほしい。あれ本人は匂わないからダメだよね。もうエレベーターとかさ、くせえくせえ。もう大阪だと551のね、肉まんとかね。